西北研究所は、1944年、日本軍支配下の蒙古連合自治政府首都のカルガン口に設立された日本の研究機関。1944年春、内モンゴルの日本軍占領地で少数民族工作を担当していた、全林協会の調査部を改編する形で、応答阿商管轄の研究所として設立された。満州、蒙古一帯の生態学。 民族学的調査が主な業務であり、退役軍人の土橋和嗣が機関長、今西金次が所長、石田栄一郎が次長にそれぞれ就任した。名称の由来は不明であるが、西北とは当時一般に新疆、甘粛地方を意味しているため、この地域への日本軍の進出を念頭にしたものと言われる。先行の民族研究所の設立に関わった岡間さんは、 この研究所の設立にも関与しており、このため民族研究所の姉妹機関としての位置づけもなされていた。管理機関であるため、書院である人類学者たちはフィールドワークを行うための身分を保障されていた。研究所のプロジェクトとしては、今世、梅沢忠らによるモンゴル研究、佐口徹、岩村忍村の,のイスラーム研究があったが、 設立翌年の1945年には日本の敗線により廃止され、活動期間は短く研究所としては目立った業績を上げることはできなかった。しかし今西を筆頭に、いわゆる京都学派のフィールドワーカーが結集しており、満鉄調査部などと異なって書院には研究成果を日本に持ち帰ることが許されたため、 この時の調査結果を利用して戦後多くの論文が書かれ、今日進化論などの理論的発展を準備したと言われる。ありがとうございます。